おはようございます。6月の29日、月曜日、早朝からの日替わり竹部でございます。さて今回でございますが、緊急配信として、ちょっとご案内させていただこうかと思いますのが、ギリシャ情勢の急変でございます。まあ、この急変というふうにして申し上げましても、まあ、前回の日替わり竹部もしくは以前からですね、ギリシャリスクにおいての週末リスクはご注意くださいというふうにして申し上げていたところでございますが、本日の各主要新聞、やはりギリシャ懸念ということで一面取り沙汰しているところがほとんどでございます。でこの詳細においてはですね、各種報道の範囲内で知るところでございますけれども、ちょっとこうした見出しをご覧になっていただければと思います。ギリシャにおいての、国民投票の承認であるだとか、これが7月の5日だとかというような報道出ている、もしくはギリシャ29日本日でございますね、証券取引所も含めて銀行の方も休業になるだろうというような報道、そしてこちらの方もございますが、今度は具体的にデフォルトだというような報道が非常に続いているところでございます。まあ、これをと相まってという言い方になるんでしょうか、まあこの辺は偶然性だとは思いますが、中国人民銀行などは 0.25% このお休みの間に引き下げるというところで、やはり世界景況感の上進性を圧迫するようなというものに対して、各国の中央銀行がですね、今後どういった動きをしていくのか警戒されるところでございます。さてそしてですね、今回でございますけれども、特にご案内させていただきたいのはユーロの動向でございます。朝方からでございますけれども、ユーロ 全面安とユーロ急落になっている経緯がございますので、こちらの方もユーロお取り組みの方々十分ご注意をしていただければと思います。先週末終わりに来てとの大きなギャップ、ユーロドル、ユーロポンド、そしてこちらの方はユーロ円とユーロ豪ドル、こうしたものもですね、大きくユーロが売られているような経緯がございます。さてそこで本日の東京市場の動きとしては、やはり東京ドル円の動きが警戒されるところでございますので、こちらの資料をご覧になっていただけますでしょうか。はい、ポイントとしては竹部のイラストを差し出させていただいておりますが、1990年からぐっと下がってきたところでのドル円、それがですね、5月の25日水準に122円水準を超えていって、急激な変動じゃないよというふうにして、菅官房長官がおっしゃられていた水準というところで、122円台の前半維持というのが今日は大きなポイントになってくるのかなというふうにして見ております。でこうした動きを受けてなんですが、本日の東京株式市場の方も、2万トンで、まあ、多分200円台300円台というような寄り付きからどの程度まで、マーケット、このリスクオフというものが、世界的なリスクオフというのが東京市場にも襲いかかってくるのかというところで、週明けの東京市場、まあ、特に円もそうなんですが、株式市場の動きというのも十分警戒されるところでございます。で私個人的に、考えておりますのは、ポイントは2点です。先ほどの、ユーロ急落というのもございました。さすがにドル円相場において急激な変動というものに関しては、大きな、中各国財務省ないし通貨当局の動きというのは、ちょっとドル円に関してはなかなか及びがたいとは思うんですが、先ほどご覧になっていただいたユーロの急落というものに関しては、例えばこれは欧州中銀もそうなんですが、 FRB 日本銀行、スイス中銀、もしくは英国中銀などというような、主要各国中銀からですね、過度な変動に対して、これユーロにおいてでございますが、そうしたものに対する、まあ、介入も含めてという言い方になりますでしょうか、国際協調姿勢というのを見せる可能性もあるんじゃないかなというふうにしてユーロに関しては見ております。そして、今度は右側のところの時間軸を確認していただければというふうにして思います。先ほど申し上げましたが、各紙報道から大きなポイントというのはですね、皆さん周知のところかとは思いますが、事実として出てくるのは、東京市場の、まあ、お昼ぐらいになってくるのかどうか、13時14時これぐらいの早朝の時間からアテネ、アレクセイ・ツイプラス政権からどういったメッセージが出てくるのかというのが、警戒されるところ。そしてもう一つでございますが、特に、まあ、フランクフルト、ドイツという言い方をしていいのか、まあ、ブリュッセルなども同じなのかもしれませんが、あえて、ドイツというところで、こちらの方は、やはり東京時間と
東京時間の終盤にですね、フランクフルト市場、ドイツの世論もしくはドイツからの政治的なメッセージが出てくるんではないかなというふうにして見ておりますので、思惑と事実の時間帯を切り分けて今日は週明けの東京市場を取り組む必要性があるのではないかなというふうにして見ております。もちろん過度な過度な動き、過度な懸念というものに関しては私個人的には、東京市場は少し距離を置いているんではないかなというふうにして思いますが、短期的なリスク変動というのは、見られるところだと思います。そうしたピンチをですね、チャンスとしてどういった形で乗りこなすことができるのかどうかが、本日の東京市場、大きく問われてくるところというふうにして見ております。繰り返しになりますが、各種報道によって、ギリシャ懸念が本日朝から取り出されているところでございます。お取引の際はですね、リスク管理の方十分ご注意していただければと思います。以上、緊急配信での日替わり竹部、お送りさせていただきました。